ラーバナ真鍮製の戦車に乗ったラーバナ、西ベンガル、インド。ラーバナ、またはラーバナは、インド神話におけるラークシャサの王である。女ジ子ジラーマーヤナに登場し、ランカー島を本拠地としてラークシャサ族を治めた。十の塔、二十の腕と同色の目、月のように輝く歯と山のような巨体を持つ。ラークシャサ族のスマーリンの娘、カイカシーとビシュラバスとの息子で、 クンバカルナ、ビビーシャナ、シュールパナカート兄弟。また富と財宝の神クベイラ人とは、イボ兄弟に当たる。アスラ族の一つダーナバの王であるマヤの娘、マンドーダリーをひし、インドラジットを設けた。プランバナン寺院で俳優の演じるラーバナラーバナは、かつて傲慢さゆえにランカー島を追われたラークシャサ族の最高を期して、千年の間苦行に、礼儀だ。 それは十ある頭を一つずつ切り落として、火にくべるという荒行で、最後の一つを切ろうとしたとき、ブラフマー神に認められ、神仏に負けないという絶大な特権を得た。またシバの住むカイラス山を揺らして罰せられたラーバナは、シバに許された際チャンドラハースという剣をもらう。そして、当時ランカーを収めていたクベエラ人と戦って、空を飛翔する戦車プシュパカラタを奪取し、 互いの父であるビシュベーシュバラの仲裁によって、クベーラ神はカイラス山に退き、ラーバナはランカーを得た。その後ラーバナは征服戦争に乗り出す。カールタビーリやアルジュナとの戦いでは大敗したが、キシュキンダーでは、サル王、バーリンと同盟を結び、アヨーディアを後輩させ、冥府に攻め入って山神の軍勢と戦う。また神々に対しても戦いを挑み、息子メガナーダは、 インドラ神に勝利する。これらの戦いによってラーバナは多くの王や聖戦、阪神たちから人妻や娘を奪ってランカーに連れ去った。こうした行為によって神々はビシュヌ人に助けを仰ぎ、ビシュヌ人はアヨーニアーの王子ラーマとして転生し、ラーバナを撃つことを約束したという。後にラーマによって同族が殺されたことに起こり、何らかの森で、 ラーマのヒシーターを奪うが、これをきっかけに猿軍を率いるラーマとの間に大戦争が勃発する。ありがとうございます。